Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sword Art Online Licorice. Et on est parti du coup pour découvrir la suite du dialogue où je m'étais arrêté dans le dernier épisode hein, parce que du coup c'est vrai qu'il était un peu plus long, donc on va continuer ça tout de suite. Donc elle est partie rendre la plante hein, tout simplement, là où on a libéré Eldri. Et du coup on va aller rendre le truc. それで南の回廊に行ったとき、ひときわ大きなカラントを見つけたんだ。Elle était énorme, la plante. カラントの核、コアとなるものだった。ちょっと、カラミティプラントを略したままコアをつなげるの？お前は相変わらず物臭ですね。とはいえ、私たちもいつの間にかカラントに行ってしまったか。Je te jure, ça. まあ。カラミティプラントコアはさすがに長すぎるし、それでいいんじゃないね。うん、私もいいと思うわ。ともかくこのかけらは大元なる存在。J'aurais trouvé plutôt la mère clampe plutôt que la clampe mère, je sais pas, c'est fascinant. お主の推測通り。Tout avait raison. カラントコアが帝国中に伸ばした根から。D'accord, donc c'est ça. Ah, excellent, d'accord. Une graine, ah oui. Il va certainement falloir que j'enlève une des clairs, enfin une des mers clampes dans le territoire du Nord aussi, hein, je pense. Parce que s'il y en a, je l'ai pas encore fait. Hein. Ah, on a l'air. Hein? Attends, ils allèrent. C'est genre quoi ça? Ils allèrent voir. Je sais pas si c'est moi qui comprends mal, mais. C'est très bizarre, hein. 以上が南帝国で起きたことに関する報告。ご苦労だったな。お前さんたちの功績は相当なものだ。そして何よりジャイアント族の人界への侵入を防ぎ、エルドリア騎士としてやれることをやったまでです。ところで報告の中で気になる箇所がある。確かに不可解です。所在の不明な民が突然協力的な行動を取るなど。あ、フォラグロンデル。それは説明します。いいのか、言いたくないことなら。聖号騎士様を前に嘘はつけない。それに元から機械を見て話す。私に協力してくれた者たち、彼らは全員が。ああ、だから OK。 つまりこれまでの記憶を失って突然見知らぬ場所に現れた連中。近頃各地で急増しているという話を聞きました。それについては分かりません。ですがベクタの迷子に関して私に不思議な力が宿っていることに。力とは？理屈は分からないのですが、ベクタの迷子に触れることで彼らに忠誠心のようなものを芽生えさせることが。忠誠心？C'est ça。だからそうだと思う。私は彼らにお願いをして。カラントの場所やジャイアント族の情報を集めたんだ。ああ、はい、はい、はい、それはナーマル。なるほどな。多少は納得ができた。しかし、そのような能力をメディナが得た。ね、それはビザー、cette capacité、par contre。そうだな。やっぱり、こういうのは詳しい人に聞くのが一番だ。あ、ほら、カーディナル。それで、まずは、お主とだけ話したい。Ah oui, d'accord, ok. D'accord, donc c'est un truc du monde réel, enfin, techniquement. Un module? Ah. 特定の番号ってのは
ベクタの迷子ってことだよな。いや、正確には一部の記憶のみを持ってアンダーは NPC？ メディナの協力者は、ああ、ça peut être aussi des PNJ、oui。そうみたいじゃ。こっちも原因は不明じゃが、多数の NPC が突然最近増えたベクタの迷子は、てっきり俺たちと同じ、まあ、peut-être pas en fait。リアルワールド人だと思ってたけど、でもそれなら STL を使わないし、大勢現れたことの説明もつくのか。それにしても疑問は多く残る。その NPC ってのはアンダーワールド用にもともと設定されていたものなんだよな。 NPC を呼び出す機能はあったようじゃが、その AI の情報はどうやら外から引っ張ってきている、うん、外ってリアルワールドか。うむ、つまりリアルワールドの情報を元にした AI が突発的に、だが彼らの人格を構成する記憶が不完全なため、ベクト、どうしてわざわざリアルワールドの情報で NP メディナにそんな特殊なモジュールが組み込まれている理由は。最近セビザーな、おそらくモジュールはリアルワールドからの操作で入れられたものじゃろ。アンダーワールド内で術式のみによる調査には限界がある。そうか、何にせよこれでメディナの不安が少しは解消されると。よし、メディナや聖号騎士たちにくれぐれも神聖号を多用して彼らを混乱させることのないようにな。non, t'inquiète。やはり私が触れることでベクタの迷子に変化が起こるのです。うむ、じゃがベクタの迷子とは先ほど言った通り、扱いが記憶を失いつつも積極的な魔獣討伐や探索を行う連中じゃ。冒険者、Les explorateurs. 別の世界からやってきた冒険者。Alice est perplexe. この力があれば、オルティナの助けは。Et voilà, c'est le pouvoir lui monte à la tête. 父上、やっと。メディナ嬉しそうだ。までに見たことがないぐらい。Bah, je vous le dis, c'est bizarre. ベルクーリ様。メディナ・オルティナノス、この力を対策本部のために使う所存です。より多くの冒険者と接触し、仲間として引き入れつつ、彼らを魔獣討伐の GM に対策本部の人手不足も解消できるのではないでしょうか。まあ単純に戦える奴らが増えれば状況は良くなるだろう。c'est vrai, mais 何か気にかかる点でもあるので、実際に私は冒険者と共にジャイアント族との戦いも行いました。勝利こそ私たちだけで得られはしませんでしたが、その有用性は分かっていただけると思います。c'est encore des mecs inexpérimentés quand même。有用性は分かっている。おじさまが気になっているのは、voilà c'est ça aussi ではないでしょう。まあ多少はな。どういうことですか。le libéré était con quoiと言ってしまえば聞こえは良いですが、あなたの力は冒険者の意思を無視して強制的に従わせることです。 そんな私は冒険者に無理しようというものがあり、ただ力を貸してくれるというものにお願いをするだけ。めそうですね、失礼な態度を申し訳ありません。私はただこの力があれば役に立てると思っただけなのです。与えられた力を対策本部のために使うことこそが私の使命なのではないかと。キリト、お前もそう思うだろう。この力があれば、c'est ça le problème, c'est que tu vas atteindre ton propre but. Tu ne penses qu'à toi. Je m'inquiète quand même. Oui, vous connaissez pas. 少し心配かな。どうしてだ。メディナは無茶をしてジャイアント族と戦ったりしてた。いくら仲間がいると言っても心配だよ。汚名を注ぐためだって言っても、メディナが怪我をしたりしたら元もない。お前、私が冒険者を引き連れていることではなく、もちろんメディナの力についてもわからないことだらけだよ。だから無理はしないでくれるか。キリト、t'as compris。たとえ多少無理をしてでも私は武功を立てる。アリス様、
どうか私がこの力を使うことを。Du coup, elle en fracasse la tête et voilà quoi. 分かっています。あなたを責めるつもりはなかったのです。自分の能力を最大限に使って功績を上げ、人界を守ろうとする。ねえ、voilà。方法を一歩間違えれば、あなたの力は強制的な支配そのものになってしまいます。Et là, elle va devenir folle。かつて私は強大な力を持ちながら、それをメディナ殿にはあのような選択をしてほしくない。そう、そうでしたか。お気遣い、感謝いたします。この力、必ずや人界の平和のために使います。Oui, oui, bien sûr。話はついたようだな。メディナが正しく力を使えるのであれば、ぜひとも協力してほしいと俺は思う。現にカラント捜索やジャイアント族の発見と討伐もメディナと冒険者がいたからこそ、俺ほ。はい、もちろんその功績は認めます。メディナ殿、冒険者も人です。彼らの意思も尊重し、もちろんです。冒険者と力を合わせ、必ずやさらなる成果を。Ça c'est ce que tu dis maintenant. T'inquiète pas après. Hein. Sale bourrique. Oh, y a du monde là. さて、今回は皆の日頃の働きをねぎらうため、そして綺麗。新たな戦いへ向けて英気を養う。カセドラルシダ発生から今日まで激動の毎日だったが、ようやくカラントコアの破壊と。魔獣への対応にひとまずの区切りがついた。そこでこの機に今回のような食事を設けることとなった。Jusqu'à plus soif。C'est pas mal. Il y a beaucoup de monde là. 本来であればもっと早くにこうして皆と話せる機会を設けるべきでした。状況が状況だもの、仕方ないよ。そうね。それにこういう打ち上げって。私たちもリアルワールドでよくやってた。かしこまった席で話すよりはなんだか気が楽でいいわ。あ、私は緊張しますけど。そうだよね。別世界の人との会食なんてすごく不思議な気分。それならこの機会を無駄にしないように。それにここにはちょうど女子しかいないんだし。Ils sont discutés entre filles. Ouais, c'est ça, ouais. Vous allez parler de garçon encore. Vous avez jamais dit pourquoi.少なくとも強い覚悟がないとできないことだとは思う。理由ですか。うん。キリト君を助けるため、そのために私たちはこの世界へ来たの。キリトを助ける。え、それきさふぱきりなんざのぴたりと。待って、本当にその理由だけ？それだけで。別世界に行くことを覚悟したのか。そうよ。まあ驚かれる気持ちもわからなくはないけどね。Surtout que lui, il a fait pareil pour vous. たくさん助けてもらったし、大切な友人だし、はい。困っているのなら、少しでも力を貸さなきゃって思うんです。とはいえ、よほど考え抜いてこの世界に来たんだろう。それはどうでしょう。メディナさんにとっての。オルティナノスケのお名返上みたいな。ああ、bien、bien、le。使命ってほどではありませんけど、お兄ちゃんを助ける。それが私たちの。うん。だから本当のところ。J'ai même pas réfléchi。まあ、elle、oui、ça c'est sûr。はい。私もキリトさんの状況を聞いて、気づいたらこの世界にいたような。え、pouf、j'étais dans le monde。キリトを責められないくらい無鉄砲な行動ね。まあ私もだけど。でも後悔はしていないから。元の世界に戻りたいとは思わないのか。思わなくはないけど。でもキリト君はこの世界にいるから、もしも今すぐ帰れるって分かっても、多分
キリト君は残るって言うと思う。ああ、oui、ça c'est sûr。そうなったら、私もこの世界に残って自分のできることをするんじゃないかな。自分のできること。私にもやるべきことはある。だが、自分に何ができて、何をすれば役に立てるのか、わからない。そんなの。On voit qu'on est dans un dialogue, mine de rien, qui change de chapitre. Parce que là, je suis en train de commencer le chapitre 3 maintenant. On voit que c'est vraiment le dialogue entre les deux. Bah oui. Ouais, la ferme. メディナさんからそういう話題を出してくれて、私は嬉しいよ。そうか。さあ、おしゃべりもいいですが食べましょう。C'est ce que j'allais dire. Il y en a de la bouffe là-dedans, là. おいしかった。久しぶりについ食べす。シオ。あ。なんですか急に。Il doit être bourré. なってしまいましたが、私に謝罪の機会をいただけないでしょうか。謝罪？南の回廊で助けたことですか。いいえ、なりません。私はあの時、状況に流されるまま戦いを始め、その後も機会を失い、今日まで謝罪を示すことができ、聖護騎士であること以前に、一人の騎士として、いや、私は。この介護の念を払拭せねばなりません。あなたの気持ちは十分に伝わりましたから、もう結構です。わらわら、本当ですか。ええ、私の言葉を無視してキリトと剣を交えた。あれはパセフ。なぜ私はあそこで剣を抜いてしまった。最高司祭芸家が不在の状況で過度な不安を抱いていたのです。果たして自分は騎士としてふさわしいの。エルドリエ、私はキリトとの戦いがあなたには必要なことだったと理解して、今後も私の弟子として、そして聖護騎士として、その数、なんという優しさ。今後は聖護騎士としての使命である人海、人海の守護。キリト、今話せますか。ああ、大丈夫だ。少し前にアリス・ツーベルクについて聞いたことを覚えていますか。覚えているよ。ああ。の質問をしたのはある悩みを抱えていた。Peut-être qu'elle va vouloir enfin rencontrer sa sœur. C'est le cas là maintenant. 人海の守護という使命について。気づいていたの。右目の封印を破ったことで、アリスは騎士としてもアリス・ツーベルクとしても生きていくことができる。悩むのは当然だと思う。簡単に出せるような答えじゃないさ。はい。私が持つ騎士としての使命は、これまではその使命に疑念を抱くこともなく、聖護ですが、今はわからないのです。Va voir ta sœur。もちろん、人海が平和であることを望んではいます。私にとっては、キリトやユージを、それだけが。私にとっての大切なものたちなのです。なるほど。それが普通なんじゃないかな。俺だってアンダーワールドを守りたいと思っているけど、分かっているんだ。アリス・ツーベルクならどうしたでしょう。公然と騎士らしくいることができないのであれば、せめて以前の私らしく振る舞うこと。だから俺とユージオにアリスのことを尋ねたんだな。はい。しかしアリス・ツーベルクは思っていた以上に高潔な人間でした。すべてを愛し、すべてから愛される人。ひょっとしたら私は騎士としての使命に自信が持てない。そして最高司祭様は人形をやめた人形とおっしゃいました。メーノ、教えてください。それは自分で見つけるんだ。答えを教えてはくれないのですか。俺の答えなら教えてあげられるよ。俺はこの世界と
そこに住まう人たちを救うためにいる。え、じゃあ、tu pourrais sauver ta sœur, non? 人を助けて。そうじゃない人たちも助ける。アスナたちには呆れられるかもしれないけど。それが俺のすごいです。何もすごくなんてないよ。はじめは俺もリアルワールドに戻ることだけを考えていた。でも、ユージオやアリスたちに出会って、ようやく自分のやるべきことが分かったんだ。だから、アリスも必ず見つけられるはずだ。この世界で生まれた君が果たすべき役割が。いや、ta sœur aussi。ミキシェス。見つけます。必ず。いつか私にしかできないことを見つけます。あ、もちろんだよ。je l'ai encore dit à ta sœur. Oh, 集まってもらったのは他でもね。北帝国の貴族から狩猟地民が行方不明だっつ報告。Ah, bah voilà, enfin, on a perdu Nord. 行方不明。狩猟地の持ち主である貴族へ報告もなく、忽然と海星号騎士から報告が上がってきたんだ。もしかしてこの異変は何かカラントと関わっている可能性。j'en suis sûr。ああ、大元となるカラントを見つけるためにも念のため調査する必要がある。わかった。それじゃあ北帝国でその調査を行ってみる。まずはルーリットの村を目指す。Voilà, la sécurité de celle qui a voilà. Ça y est, on va enfin pouvoir retourner dans le secteur. セルカ。アリス、約束を覚えているか。はい。ルーリットの村に連れて行ってもらい。セル。今がその時だ。Voilà, c'est le moment, ça y est. しかし、心の準備が。アリス、迷っている時間はない。行きましょう。Voilà, ça y est, enfin! Chapitre 3, ça y est, 3.1, voilà, parfait. Retour au foyer, nickel. Et je vais enfin pouvoir finir les quêtes qui sont là-bas, du coup. Allez voir, pour leur demander de l'aide. Bah non, mais je veux pas de ça, moi. Kyusei-sama, watashi tachi wa koko de nani wo sureba yoi no de shou? Kyusei-sama, onaka wa suite imasen ka? Iya, ima wa nani mo shinakute ii.お腹もまだ空いてないから食…はい、わかりました、救世主様。いや、そんな直立不動でこちらを見つめられても困るの。よう、メディナ、冒険者のみんなを対策本部に連れてきたのか。ああ、主に剣士や戦士を天職としている者たちだ。まあ、とはいえ、あの少女は違うがな。かどうしてか、南て…La petite, c'est qui? 血管品がゾロゾロと哀れな。どこの馬の骨とも知れぬベクタの迷子を連れてきよったわ。血管品は一人では何もできぬ役立たずゆえ、数で勝負というわけよ。C'est qui celui-là? 言いたいことがあるならば、はっきりと目を見て言えばどうで。これはこれはオルティナノス殿。何、一言もあなたのことだとは言っておりませんですが、ご自分のことだと思われたのは、いい気になって、哀れなベクタの迷子を集めてトトを組んだところで、夢、何か功績を立て、氷協会があなたをお認め。え、ライルヴァリトゥシェ。あんたら、無駄口を叩いてる暇があったら、仕事に戻ればどうだ。まったく、対策本部にまで嫌味な貴族がいるなんて、世も末だな。いや、貴族はそんなやつばっかり言ってそうだな。私は全然彼らとは違う。家柄も、そうだ。メディナ。あ、on va peut-être en apprendre un peu plus sur son passé avant de se barrer, non? Ah ben non. メディナ殿、もしやその冒険者たちを連れてきたのですか？アリス様。彼らは私についていきたいと言ってくれました。決めた。彼らではなくあなたが。はい、私が決めました。そうですか、わかりました。彼らに無茶はさせない。 Voilà, fais attention, escroc. そして俺たちはルーリットに。 Ah ouais, direct là, direct du village là, ou faut que j'y aille après là? Oh, ah oui, donc je crois qu'on est en train d'y aller direct. Ah oui, directement.
Attends, quoi? Ah non, d'accord, là c'est le récapitulatif du chapitre, ok. Considérant Médéra comme une leur, comme leur sauveuse. その後、メディナを接触することで、その能力で必ずや対策本部に貢献すると言って、そんな中、北帝国では失踪事件が発生。OK。あ、non、d'accord、on va voir。Alors、la chasse aux bêtes enregistrée。Comment ça, la chasse aux bêtes?Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va s'arrêter ici sur ce petit épisode. On ira voir du coup Selka dans le prochain épisode, hein, cette fois-ci la rencontre enfin entre les deux sœurs. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc dans le prochain épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien et à plus tout le monde.